はい、台風はこの後も動きが遅く大雨は長引きそうですではこれまで48時間に降った雨の量を見ていきましょう由布市由布院町ではすでに200ミリを超えていますまた竹田市や南部山沿いなどで雨量が多くなっていますこれまでの雨で地盤の緩んでいるところがあります土砂災害の危険度を見ていきましょう 県南部や中部、そして西部など山沿いの地域を中心に赤色の表示、警戒レベルとなっています。そして雨量はこの後も増えていきそうです。ではこの後の雨と風の予想を見ていきましょう。台風はこの後も動きが遅く、すでに大雨になっている地域を中心に発達した雨雲がかかり続ける予想です。土砂災害の危険度はさらに高まりそうです。 そして明日台風が通過した後も台風に向かう湿った風が吹き続けて明日も雨が続きそうですでは予想雨量です予想雨量を見ていきますと明日の夕方にかけて南部では200ミリなどと大雨が予想されています線上降水帯が発生した場合これよりもさらに雨量が増える恐れがあります今夜暗い時間に状況が悪化する恐れもあります 安全な場所でお過ごしください。